はい、ありがとうございます。ちょっと先ほどまでは JICA 海外協力隊に参加されてルワンダでの活動とかそういったところをお聞きしたんですけれども、これからは帰国後どういうことをされているのかってところをちょっとお聞きしたいなと思ってるんですけど、はいはい、帰国後はどういうことをされてらっしゃったんですか？まず帰国後なんですけども、任期中に現地で知り合ったルワンダ人の友達と現地に学校を作ろうと思ってたんで、学校を作ろうと思ってるんですけどっていうことでいろんな方とお会いしてアドバイスを聞いたりしていました、はい、なるほど、はい、実際ルワンダの学校を作ろうっていうふうになったのは、はいはい、そもそも向こう側で学校が少ないとか、はい、そういったところがあったって感じなんですかね？そうですね、ありましたね、はい、なるほど。で、はい、それをきっかけに一旦日本に帰ってくるものの、じゃあ学校っていうところを作るためにはどうしたらいいかとか費用みたいなところをちょっと聞き始めていったって感じなんですかね？そうですね、はい、どんな方とお会いされたんですか？実際今ルワンダの方で別の学校をやってらっしゃる方と、日本人の方ですか？その方はルワンダ人の方なんですけど、そうなんですね、はい、お会いしたりですとか、はい、講演会の参加形式にはなるんですけども、うんうん、そういう活動されてる方のお話会みたいなのにいろいろ足を運んでました、うんうんうん、はい、それは具体的には日本の団体さんで？そうですね、そうなんですね、はい、なるほど。その団体の方ってお聞きしてもいいですか？はい、マリー・ルイズさんという方が福島市にいらっしゃるんですけど。あ、そうなんですね、はい、その方は日本に法人を持っていらっしゃって、うん、現地のルワンダの学校を支援してる方ですね。その方はどこの国の方なんですか？その方がルワンダの方です。ルワンダの方がいらっしゃって、その人が日本の福島に法人を持っていてルワンダの学校支援をされてる。そう、そうです、はい、すごい。その人興味あるんですけどね、はい、そういう人日本語お話できるんですか？はい、日本語お話しされます。すごい優秀だな、はい、なるほど、実際そういう方といろいろお話しして、はい、学校建設っていうのはしたんですか？それがですね、途中までは行ってたんですが、ある日襲撃がありまして、はい、襲撃、まあ、はい、それでいろいろ難しくなってですね、なるほど、結局途中で中断しました。なるほど。それは中澤さんが日本に戻られて、はい、学校も並走して作ってもらうっていうような感じでやってたんですかね？そうですね、うん、はい、なるほど。実際襲撃っていうのは具体的にどんなことだったんですか？はい、まあ一番の原因が民族の問題に起因するところだったんですけども、うんうんうん、今のルワンダでは内戦当時の影響がまだ水面下で残っててですね、はい、表現が難しいんですけど、うんうん、民族の違いによってちょっと差別されてるところがあって、結局私が一緒にやろうとしていた友達は大統領と同じ民族であるがために、そうじゃない人たちから恨みを買うようなことがあってですね、うんうん、あ、そうなんですね。実際直接現地の人たちとトラブルがあったわけではないんですが、そういう民族間の不平不満みたいなのがあって、それである日そういうことが起きましたね。あ、そうなんですね、はい、それは襲撃って言ってるのは建設している学校に来たんですか？そうです ね、 そ, うですね、そこの学校の場所にある集団が来て、はい、建設現場を見守りしていた人が亡くなってしまうようなこともあったんですよね。ほう、そうなんですね、それは中澤さんが日本にいて、あ、そうですね、いる時だった、ね、そういう連絡が来たって感じですね、そうですね。それ聞いた時、はい、どういう印象を受けたんですか？これは正直心臓が止まりそうになりましたね。そうっすよね、実際ルワンダで学校を建設するのって、はいはい、費用的にはどれぐらい日本円だったらかかるものなんですか？規模にもよりますが数百万とか、うんうんうん、そういうところで建つこともできますし、もし大きくするんであればもっと上の数字が必要にはなると思いますね。あ、そうなんですね、はい、でそれが襲撃で一旦ストップになっちゃった。そうですね、なるほど、ありがとうございます、はい、でその時点ではもうサラリーマンされてらっしゃったんですか？あ、そうですね、はい、なるほど、その時は何されてるんですか？その時はですね、公益社団法人青年海外協力協会というところで障害者の就労支援の仕事をやっております。そうなんですね、じゃあ実際就労支援センターというところで働きつつ、はい、ルワンダの方と学校の建設っていうのをずっと並走してされていたと。そうですね、ただ襲撃ってところがちょっとあって、はいはい、その事業がストップしちゃったっていうところがあったんで、はい、もうその後また事業を進められるんですか？そうですね、その後はですね、いろいろ難しいところがあったので、ウガンダという隣の国で旅行者向けのキャンプサイトをやってみようというところでやってましたね当時、はい、ちょっともう少し深掘りして聞いてみたいなと思ってるんですけど、はいはい、ウガンダの旅行者向けのキャンプサイトって具体的にどんなイメージなんですか？そこの街がゴリラ観光の街なんですけど、なるほど、そこに外国の方が多いんですけど観光客として、はい、
して、はい、日本で言うとコテージとかそういう表現がイメージしやすいのかなと思うんですけど、ちょうどその時期にまさにコロナが流行りまして、はい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 、観光業の人が結構失業したと知らせが来たんですよ、はい、いやこれは そうですね、仕方ないですね、じゃあそれでちょっと難しいなと思ってそこは断念して、今は何されようとしてるんですか？今はですねそこのキャンプサイトをやろうとしていた土地を活用して病院を建ててみようというところで、うん、そうなんですね、はい、じゃあ結構広い土地なんですか？そうですね、イメージ的にはテニスコートで例えたら4面か5面ぐらいの、めちゃくちゃ広いんですけどねなるほど、はい、で実際じゃあそこに病院を建ててはどうかっていうところ で、今本格的にやろうとしているようなところなんですね、はい、ただそこに対して難しいなって思ってるのがコロナの後で行けてないんですよね。そうなんですよ、まさにおっしゃる通りで、いやそこは確かに難しいですね、はい、そこからあとは他になんか今課題とかってあったりするんですか？課題というのがですね、まず費用面ですね、うん、病院をやるにしてももちろんお金も必要ですし、うん、人材も必要ですし、いろんな設備も整えなければいけない課題はたくさんあるなと思っています、うん、なるほど、はい、やっぱりコロナで行けてないんで行ってみないと見積もりが取れないとか、まあ、そうですね、そういうのもあったりするんですか？それもありますね、うんはい、じゃあもうそこはコロナがしっかりと解消して自分で行ってみて、はい、どれぐらい見積もりが立つのかみたいなところからやろうとしてるってことですね、ちなみにお金とかってどういう風にしていこうとかってあるんですか？はい、他のところからも募るとか、自分たちから出すとかそういったところもあったりするんですか？そうですね、一つはまず協力者の方を募ってやりたいなとは思っています。やっぱりドネーションとかそういったところも、そうですね、ただそれをやるにあたってはちゃんとしたプランですとか予算っていうのが立ってないと誰も何もしていただけないと思うので、もちろんそこですね。わかりました、ありがとうございます、はい、じゃあ今はサラリーマンとしても働きつつ、ねアフリカに目を向けた事業っていうところも今後はやっていきたい、はい、そうですね、でそれのための今準備中みたいな形なんですかね、はい、ありがとうございます、はい、ちょっとじゃあ最後にっていうところで、はいはい、中澤さんがルワンダにも行かれたりだとかいろんな国に行かれたと思うんですけど、はい、だからこそ日本っていうのをちょっとどういうふうに見てるのかっていうところをお聞きしたいなと思っていて、実際中澤さん日本どう見てます？まあ、一回外に出てみるとちょっと違って見えるところがあってですね、うんうん、例えば何でしょうね、日本の常識は海外では非常識だっていうところですとか、はいはい、日本にももちろんいいところがあって、人のものを取ってはいけないとか、うんうん、人に迷惑をかけちゃいけないみたいな道徳の部分ですとか、うん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 、そうか、海外に出たからこそ日本のいいところもあるし悪いところもあると、はい、でいいところの部分っていうところが道徳、まあ、当たり前っていう考え、まあ、物を取らないとかね、そういったところと、あんまり良くないなと思ってる部分は、日本の常識っていうのは海外から見たら非常識なことなんだよっていう考え方もあるってことですよね。そうですね、自分の感覚と海外の感覚違うことって何かあったりしました？ありましたね。例えばなんですけど、自己主張するのが海外では普通だったりするんですけど、はいはい、日本であんまり主張しすぎると KY みたいになっちゃうみたいなのはありますかねなるほど、やっぱそういうのあるか、ありがとうございます。あと2つ聞いてみたいなと思ってるんですけど、はいはい、中澤さんが考える国際協力って何ですかね？はい、相手の国の人たちの幸せってものをまずこちら側が知ることだと思いますね、うんうん、はいはいはい、はい、具体的に知った方がいい理由とかって何かあるんですか？私の考えなんですけど、支援する側の都合で行われてる国際協力ってのも中にはあるかもしれないんですけど、あくまでメインになるのは現地の人たちなので、その人たちが喜ぶことをするのが国際協力なのかなと思いますね、うんうんうん、まあ、確かによくありがちですよね、支援する側がニーズを決めてしまって それに対してアプローチをしてしまうっていうのは、まあ、あんまりいいことではない、まあ、そうですね、なので今中澤さんおっしゃった通りで、はい、現地のニーズっていうのをちゃんと聞いて、彼らが幸せになるっていうところに対してアプローチしていくっていうのが、そうですね、中澤さんにとっての国際協力っていうところなんですね、なるほど、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ちょっとじゃあ最後ってところなんですけど、はい、今後国際協力に携わりたいなっていうふうに考えている人たちにアドバイスするとしたら何ですかね？はい、そうですね、まず行ってみましょう、やってみましょう、うん、そういうところですね、はい、なるほど、はい、それはやっぱり情報は後からでも知れるから、まずは自分に興味があって少しでもやりたいなと思うんだったら、行ってみたりだとか、はい、実際に行動してみましょうっていうことですかね、はい、そうですね、うん、中澤さんも行動して自分の中で大きく変わりました？変わったと思います、うん、結構自分の中での変化っていうのはあったんですかね？そうですね、今ではそう見えないかもしれないんですけど、自分の思ったことを表現するタイプじゃなかったのでそうなんですか、はい、本当になるほど、本当にそこは変われたのかなと思います、はい、なるほど、
ますね。そうなんですね、はい、もう全然そんな風に僕は見えないですけど、だいぶ変わったんでしょうね、一番変わったのは JICA 海外協力隊で変わりました。そうだと思います。すごいなそんな経験ができるんですね、はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあ今日は JICA 海外協力隊でルワンダに行かれていて、はい、今サラリーマンしつつもアフリカに事業を今準備中の中澤さんにお越しいただきました。本日はありがとうございました、はい、はい、ありがとうございました。